どうもこんにちは、まなです。今日はまたコスプレをしていきたいと思います。で、まあ、やっと2つ届いたんで、ちょっと2つのコスプレをまたやっていくんですけど、まあ、1個はこちら OL のコスプレなんですけど、まあ、これを最初にやっていくんですけど、あと1個がちょっとわかんないんですよ。これなんか黒い袋に入ってて、でまあなんか中国かどっかからかな、なんか読めないんですよ字が。なんで、まあ、ちょっとこっちは開けてからのお楽しみでやっていきたいと思います。じゃあ最初にこちらの OL 衣装から入っていきたいと思います。じゃあ、まあ、開けていきますね。あ、これが多分タイツですね。でこれが上ですかね。なんかすごい糸がこれやばくないですか。見えますかね。見えないかな。糸がやばい。うわ、ちょっとこれが上ですね。ちょっとやばくないですか、このスケスケ感。ちょっとやばいですよね、これで。あ、まあこれが下に履くやつですね。これなんだろう。まあいいや。はい、これが多分スカートですね。透けてないですか、これ大丈夫かな。でもちょっと上がちょっとスケスケでやばい気がするんですけど、まあ大丈夫かな。これがちょっとよくわかんないんですけど、で、まあこちらのタイツも、まあこれは普通に柄がここに入ってるタイツですかね。ではまあ早速着ていくんですけど、なんか普通にこうテーブルに置くとそこまで薄くないんじゃないかなって思うんですけど、こう上に上げると結構薄いですよね。こう絶対見えちゃいますよね。まあなんとかして見えないようにします。じゃあ早速着替えていきたいと思います。まなちゃん変身。はい、着てみました。とりあえず一周してみます。こんな感じです。で、これちょっと前にかがんだりするとあの顔が開いちゃって見えちゃうんですよね。なんでなるべくこう胸を張って立ってます。で、あとこれもうデブが着るものじゃない。もう私腹がやばいんで、あのもうパツパツなんですよ、ここが。あとここも結構パツパツで、ちょっとやばいな、見えちゃう。ここももうほら、もうこれ以上いかないっていう。やばくないですか、このパツパツ感。本当に。で、なんか後ろがちょっとよくわかんないんですよね。紐がついてたんで、多分紐で縛るんだと思うんですけど、ちょっと縛り方が分かんなくても適当にやりました。なんかフックとかついてんのかなって思ってたんですよ。なんですけど何もついてなかったんで、多分さっきの紐、これなんだろうみたいな感じで紐あったじゃないですか。多分あれで縛るんだと思うんですけど、本当になんだろう、適当にやりました。なんで外れる可能性があります。で、もうこれも見てくださいよ、これやばくないですか、この糊が出てるっていう、なんか腹毛みたいになってる。本当にこれまあ300円だったんで、まあしょうがないのかなって思うんですけど、これはちょっとないですよね。このぐらいはちょっとちゃんとやってほしかったなって思いました。じゃあ次もう一個あるんで、もう一個ちょっと
何が入ってるか分かんないんですけど見ていきたいと思います。はい、じゃあ続いてもう一個ね、こちらを開けていきたいと思います本当に何だろう。あとこの他に2つ頼んだやつがあるんですよ。なんでちょっと何が入ってるか分かんないんでなんだこれは、あれかな、もしかしてみなさんお分かりですか。じゃじゃーん、スクール水着でしたもうスクール水着、しかもこれ見てくださいよ、チャックついてるんですよ。これを開けると何かができるみたいな感じですもうスクール水着なんていつぶりだろう。小学生以来ですかね。あれ小学生、うん、小学生以来かな。中学の時は多分違かったような気がするんで、小学生以来ですよスクール水着なんてまあじゃあ早速こちら着ていきたいと思います。まなちゃん変身。はい、着てみました超恥ずかしいとりあえず一周してみます。こんな感じですすごい恥ずかしいこんな感じだったんだなって思いました、小学生の時はで、こちら全開にしていきますね見ててくださいよ。うっそー、あ、やばい、食い込んだちょっと待って、おけつに食い込んだ皆さんちょっと期待しましたねやるわけないじゃないですかもうやったらバン食らっちゃいますよまあでもあれですね、こうなんか尻尾みたいで面白いで、まああれですね、普通にスクール水着ですねまあでも結構まあピチピチ感ですね、ピチピチ感がやばいで、まああれですね、胸にもカットバンを貼りましたちょっともうニップレスがなくなっちゃったんで、ちょっと家にあったのがカットバンだったんで、ちょっとカットバンを貼ってますウケますよねまあこんな感じで、なんか水泳選手みたいな、本当になんか私ガタイがいいから、なんかあのコメント欄にも水泳選手ですか、あ、水泳やったんですかとか聞かれるんですよ。私一切泳げないんですよ水泳選手でも何でもないんですよなんですけど、なんか似合うんですかね、私水泳向いてるんですかねはい、まあ2つ OL とあとスクール水着着てみたんですけど、まあ OL は結構やばかったですね、あのパツパツ感がやばかったあと結構透けてましたよねあのあれですね、下がもう本当にパツパツでスカートがやばかったですあとはあれですね、もう私結構コスプレやってるじゃないですか、多分一番パツパツ感がやばかったのがやっぱさっきの OL かなって思ってますで、まあ、もう一個のスクール水着は、まあ、普通にスクール水着でしたで、あの驚いたのがあのチャックですよね、一番驚いたのはあのチャックもうあれですね、あれがあればもう楽ですね、あのチャックを開けてやるだけですからすごい、ああいう感じでやってるんですね皆さん多分男性の皆さんスクール水着だと興奮するんじゃないですかまあいいや、じゃあ今日はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。また残り2つ残ってるんで、まあ、また届いたらやっていきたいと思います。じゃあ今日はこの辺で終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました、バイバイ。